とか、いつもどうもお疲れでございます。私の方からは補正予算の、採決は当然あるわけですから、そのことについて私たちの見解を改めて述べておきたいと思います。で、私たちは補正予算には反対であると。で、とりわけ一番の問題点は、今物価高で苦しんでいるこういう国民に対して何らの役割を果たしていないというところに最大のポイントがあると思います。暮らしに役立たないということだと思います。で、併せて今度の予算というのはやはり私たちはこの間週3のところで、それぞれの基本的質疑、それから締めくくり総括をはじめとして、政治と金に巡る問題と合わせて、消費税の減税を説いてまいりました。で、そういう点については全く、ノーと言い、で、賃上げについても、極めて不十分と。で、その上に、物価対策とは全く無縁な税金の無駄遣いということを指摘してきました。特に万博予算、さらにはマイナ保険証のシステム構築の予算ということも指摘してきたところです。合わせて重大な問題はやはり、今度の半導体企業などに対する特定企業への巨額な助成ということで、全く補正予算という緊急にやらなければならない問題とは無縁のものだと。その無縁なものの最たるものはもう一つ、軍事費、これを8130億円も使っているし、防衛力強化資金を1兆円も積み増していると、全く論外だというふうに私ども思っています。それが私たちの基本的立場です。その上で今日私たちとしては令和の修正案について反対した件についても述べておきたいと思います。令和に我々が修正案に反対した一番大事な点はですね、今の補正予算、この政府案の補正予算のそのまま、是認するというところに最大の私ども反対の理由があります。で、先ほども述べましたけれども、特に軍事費の問題、そして辺野古への資金の問題で、さらには防衛力強化資金と、先ほど述べた1兆円の積み増しありましたよね、そういったまさに軍事費を膨張させる、そういうやり方に対して、それが政府案の最も中心的な内容だと。で、同時に先ほど述べましたけれども、半導体に対する支援ということで大企業には大盤振る舞いを行い、で、先ほど述べたように国民がみんな多くの方々が反対し、与党でさえ苦言呈しているような万博予算、さらにはマイナ保険証の推進のためのシステム予算、これが入っているものに対してこんな補正でいいのかということが本来問われている、そういう問題についての政府案をそのまま是認するという立場に対して私たちは反対であるということを述べておきたいと思います。何か他ありましたら。はい、予算の話とは別の話ですが、はい、安倍晋三さんの持っていた政治団体の件ですね、安倍さんが亡くなった後に失礼、お連れが昭恵さん寄付で巨額の資金がされていたということですね。通常であれば相続税もかかる可能性もあるということなんですけれども、どう思うかと大変やね。
今、昭恵さんのああいうやり方に対してどうかということですね、簡単に言えば。これは本来、政党支部というものに対して、国から金が政党助成金という形、交付金という形で出てますよね。で本来であれば余ったものは返さなくちゃならんということをこう入れちゃうということからしてもですね、私的扱いといいますかね、そういうものに私物化と、公金の私物化という疑いがあると。それから合わせてですね、今お話ありましたように相続税その他についての疑惑もあると。で問題はだから、そういった点についてですね、闇から闇へっていうわけにはいかないということだと思うんですね。で私ども共産党もその赤旗でも報道し、赤旗としても昭恵さんにさまざまな回答を求めた質問をやってますけど、依然として回答がありません。そういった問題を含めてですね、自らやった行った行為について疑問に対して答える必要があると。でそれがやはりあれだけのお金を動かす意味に対して、明らかにする責任があると私は思います。ですから公金の私物化、相続税の問題の疑問、そして、本来そういったやり方に対して国民の批判ということに応えるという点が大事かと私は思います。何やね、しかし大変やね、なんか。いや私もさ、いや鼻がズルズルいってんだよな。はい、毎日新聞の加藤です。先ほど、維新、国民民主、立憲などが国会でのスマホの使用について議員で議論するようにということで会見してたんですが、共産党の立場を教えてください。中身私聞いてませんけどね、要するに質疑におけるね、使い方という、パソコンなんかを使うことと同じでしょ。でそれは議員の中で質疑に使わないと、もちろん質問についてね、見るときあるってことはあるんだけども、電波を使って例えば何て言うんですか、省庁と連絡を取って答弁するみたいなことあってはならんということまでやってるわけだから、で同時にそれをのうのうとやってのけるということ自体が不本当ですわな。ですからそういうことで何か樹木を集めて少し何かしようっていう考え方自体が私はいかがかと思いますけどね。やはり質疑っていうものに対する私は真剣さが問われてるんだと思いますけどね。ほな許せますか。ほなお気に入り。